超電磁対戦ビクトリー5は、長谷川祐一の漫画作品。長浜ロマンドボシリーズをもとに描き上げた、クロスオーバー作品である、スーパーロボットマガジンボリューム1ボリューム13まで連載。本作においては、超電磁、ロボコンバトラー V、超電磁、マシンボルテス V、東昇大モスを同一世界の出来事とし、3作品に登場した、スーパーロボット、世界観。 敵などを一つに昇華し、まとめ上げている。単行本、全2巻のうち、第1巻が第1部、第2巻が第2部となっている。第2部では上記に加え、未来ロボダルタニアスが追加されている。2010年から月刊コミックラッシュ市場において、同作者により連載された勇者ライディーン続編、ゴッドバードは、同じ世界を舞台としており、途中から、 本作のキャラクターが登場している。地球、キャンベル星、ボアザン星、バーム星が4惑星不可侵条約を結びようやく平和への足がかりをつかんだその日、デュナンの子、ジュエリオンと名乗る謎の人物が4つの惑星に反旗を翻した。条約締結の平和会議に参加していた各国の施設を拉致したジュエリオンは人質1人につき他生人の首線を差し出すことを要求する。 ようやくつかみかけた平和を取り戻すため、コン、バトラー V、ボルテス V、ライモスの超電磁、ロボチームは超電磁戦艦マグネーバードで出撃する。彼らを最も倒すべき敵と認識したジュエリオンは8700光年、離れた人工惑星デュナンで待つと言い残し、人質と共に去る。四つの星の平和と未来をかけた戦いが始まった。平和を取り戻した地球でくつろぐ。 超伝人チーム。しかしそこに新たな災いの種が降ってきた。かつてコン、バトラー V と戦ったキャンベル星の大将軍ガルーダのオリジナルが次元の狭間から蘇ってきたのだ。しかも別の世界からダルタニアスを引き連れて、そしてガルーダを追って現れた仮面の騎士は死んだはずのハイネルだった。異世界に戸惑いコンバトラー V と戦いを始めてしまうダルタニアス。 なんとか超電磁チームと和解したダルタニアス一行だったが、オリジナルガルーダーの真の狙いは何なのか。不気味な陰謀が動き始めていた。特に表記のない場合は1.2部共通の登場人物。原作の設定はこちらを参照原作の設定は、こちらを参照原作の設定はこちらを参照。未来ロボダルタニアスの登場人物は、本作ではコンバトラー V。 オールテス V、ダイモスの世界とは別世界から転移してきた設定である。全員、第2部のみ登場。原作の設定はこちらを、参照本作においては、表題のビクトリー5が各部最終決戦のギミックとなっている。全2巻、双葉社、アクションコミックスから出版された。 2002年11月12日初版 ISBN978 から45億7593万8 0 1 2 2 0 0 4年4月12日初版 ISBN978 から45億7593万8845件2巻。ジャイブから刊行された本作の前身となった短編超電磁。 マシンボルテス V 第41は逆襲する貴族が、閉録されている。2011年3月7日、発売 ISBN978 から48億6176万82862011年3月7日、発売 ISBN978 から48億6176万8293。ありがとうございます。